スタンピン・ップジャパン公認デモンストレーターのウェラード・サトミです、えー、今日のですねフライデー・ファイブラス動画で、えー、っとご紹介するのは、えー、こちらのですねカタログ62ページ63ページに掲載のペタル・プロムナード・スイートについてご紹介したいと思います、えー、スイートなのでもちろんスタンプセットコーディネートした台そしてアクセサリー えデザイナーシリーズペーパーとですね本当にもうお花の柄いっぱいでね素敵なあの製品がね詰まっていますよいつもですねスイートご紹介する時はスタンプセットとか台からご紹介するんですけれども今回はねちょっとこのデザイナーシリーズペーパーからご紹介したいと思いますカタログの見本を見ていただいてもわかるようにほん 本当に素敵な華やかなペーパーなんですね。で、これですね。実はあの元々ね。写真からあの本当にお花のブーケのですね。写真を撮ってそれをですね。同じものを何個かあのグラフィックでね。作ってペーパーにしてるんですよ。 はい、こんな形でとっても素敵です。今こんな風にあに本物の、ねまえっと、フォトペーパーというんですかね写真をまあこんな風にデザインしてあのペーパーにしたものがね、実はねクラフト業界で流行ってるって知ってました。はい、こちらも素敵なピンクのはい、こんな感じ後ろはね、マーブル模様ですよね。 でえっと、ペーパーのコーディネートカラーというのはカタログの方にも載っているんですがブラッシングブライドレッシュフレッシュフィュグレープグ,ープグレープフルーツグローブそれからハイランドヘザーモッシーメド えー、ペタルピンクサハラサンドスモーキースレートトランキルタイドベリーバリラ、そしてウィスパーホワイトまでとかなり、ね、何色も含まれてるんですけれどもでも全体的にちょっとねピンク紫そして、えっとまあ、ペタルピンクにもありますように。 オレンンジ系のピンクっていう感じでですかねでこのペーパーの特徴として中にですねこういった2種類まあ、カットアウトっていうふうに一般的に呼ばれてるんですがえっと全体柄ではなくて細かくカットしていただいてですねえっと簡単にパパッとカード表面にね使っていただけるっていうものもついていますちなみにこの部分なんですけれどもはい ハサミでカットしました。思っているほどね、このカット難しくなかったです。もう適当にヒョ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 ,ヒョってあのカットして中ブシッとここ穴を開けて、えっとね、内側をカットしたっていう形なので、よーく見るとそそっかしいウェラードなので、この辺おかしくなってると思いますが、全然わかりません。大丈夫です。両方ともこちら裏はですね、こんな風に、えっと 普通の柄になってるんですが、まあえっと、模様のないソリッドな感じなんですけどこれなんかすごくないですかクシュクシュクシュっと髪をしたようなでもね真、まあ、平らなんですけどねそんな加工のねというかあのそんな、えっと、写真というか。 ペーパーパの写真みたいな感じですねでこちらはですねキャンパス地みたいに何でしょうこう筆の跡っていうのかなあの油絵とかのそんな形のパターンに見えるえっと模様なんです、ね。続いてご紹介するのが、えっと、ラインストームジェムとペ,ペタルピンクとそれからメタリックスレッドのローズをご紹介したいと思います。えこちらはですねねもうね 使っちゃってるんですけど、少し。<laughs> えっと、48個入りですね。え、そしてですね、この、なんか全体的にちょっとダイヤモンドって感じなんですね。これ四角、よすなんかダイヤモンドのカットにこういう形あったよねっていう感じのカットなんですけれども、とっても綺麗です。薄ピンクで。え四角のもの、それから、え、なんでしょう、ひし形のもの、それからこれもちょっとね、長細い、あの、 何、えー、て言うのかなビーズでもこんな形の結構ありますよねこれはもう六角形のえっとものですねそして結構厚さがはいありますなので存在感1個でもバッチリっていう形ですねそれぞれえっと24681212個が4種類入っていますねえちょっと待ってくださいね あ、大丈夫ですね。計算ができないワラドフレドウェルアドレス。12×4 なので48個合ってます。よかったよかった。 ちょっと使っちゃってるんでね一瞬ちょっと私ドキッとしましたけれどもはいアクセサリーがこんな形となりますということでちょっと異例なあの発表の仕方なんですけどここからねあのメインのスタンプセットそれから台のねご説明に行きたいと思いますスタンプセットはですねこんな形でえっと2ステップスタンプになってるものがありますねこれも見本、えっと、押した見本をお見せしながら えっと、ご紹介すするのが一番いいですよねはいもう使い込んでるのでね染みついてますよこんな形になっていますけれどもね、はい、こんな形ですねでこれとこれはですねこのお花スタンプをね重ねることができるんですねこんな形で重ね押しをして中身を 色,まあ、色付けというか、ね、ほぼ線みたいな形なんですけれどもこれだけでも十分かわいいですよねでそしてちょっとコーナーに押せそうな感じのものそしてこの、ね、四角の部分が意外にかわいくってカタログの見本でもありますがこんなふうにです、ね、コーディネートした台とともにタグミニタグなんかを作っていただいた時にここにこういう形でねあの使うことができるんですね。 はいえー、あとはですね葉っぱもありますね葉っぱこれ大カットもできますでセンチメントなんですが全般的に励ましのセンチメントと私はまあ勝手に呼んでるんですがえっとハッピーバースデーとかそういった立派的なものではなくて であのちょっとねあのラブリーなちょっとあのあなたのこと好きよう的な感じのねものもあ,ありますねそして、えー、と大変な思いをしている方を励ますような形元気づけるような意味のセンチメントもあります例えばここですね「You are stronger than most」あなたはほとんどの方よりもとっても強い人なんですよ っていうのが1個。そして別のスタンプとして、here for you. でもね、強い人でも時には誰かに頼りたくなるものです。 なのでそんな時にね私に頼ってね私はあなたのために私がここにいますよっていうような意味なんですね。これ2つのスタンプからできてますのでこことここに分かれてます。ということは、えー、カード表面に使っていただいて中身を開けたら「but even the strong need」というのが入ってくるっていうのが素敵じゃないでしょうか。 はい。他にもちょっといろいろ逆さになってますけれども、えここです。Praying that this difficult road leads you to a beautiful destination. これはですね、えっと、今、困難に直面している、まあ、お友達ね、あの、あなたが、あなたが今いる、まあ、困難な直面、困難に直面している過程ということで、まあ、道のりということで、ロードってあるんですけれども、困難な過程が、 えっと、最終的にね、あの素晴らしい、えー、ゴール、デスネーション、到着時なんですけども、最終的には素晴らしいところに着くようにお祈りしています。つまりですね、今は大変かもしれないけれども、これを乗り越えれば、あのいいことが絶対待っているよ、と私はね、お祈りしてますからね。 っていう意味なんですねこれなんかね例えば受験勉強とかねあのあと就職活動とかされてる方にねあのもういいんじゃないでしょうか今大変なことがあるけれどもえっとちゃんとねその先にはねいいことがあるよっていうことです。なので就職活動中のねあの学生さんへの励ましカードでもいいんじゃないかなと思うんですね。はい あとは、こんなとこ、you are my everything っていうのはもう、あなたは、私にとってあなたはすべてなのって、ちょっとなんか愛の告白っぽい感じですよね。なので、そこに、えっと、I love you とか、you are loved というのもあります。で、この PS っていうのが、追伸という意味なんですけれども、あの、 これも例えば You are everything って最初にカードに貼っておいてカードを開けると推進曲で PSYou are loved とかね I love you とか書いてあったりあとは最後 I'm here for you friend ということで、えっと、私はいつもあなたのために私はここにいますよつまりいつでも私があなたのことを支えているからね思ってるからね あのいつでも頼りにしてねっていう感じのねあのメッセージなんですね。とっても素敵なねあのメッセージがあると思うんですね。えこんな形であとは 模様が作れるスタンプこれスタンパレータスを使ってですね結構このスタンプえっと面白い模様が作れるんですよそのあたり別ビデオでねスタンパレータスの面白使い方初めてのスタンパレータス3ということで別ビデオがありますのでそちらも見てくださいでは次に台の方のご説明をしたいと思います トルムナードスタンプセットとコーディネートしていますビューティフルレイヤーズ台ですねこちら、えっと、バンドルがありますので両方一緒にゲットすると10%割引となります、はい、台はですねえっとスタンプをカットできる台が3つ 含まれています。まあ、スタンプの模様スタンプをカットしたメスね。スタンプしたものをカットできるのがはい、えー、これとそれからお花の部分えー、そして葉っぱの部分と3つあります。それ以外にスタンプの形ではないんですけれども。こ ですね、あの細かいレース模様みたいなのがカットできるレースドイリーみたいなのがカットできるのが、ね、あるんですよね。ちょっと色が薄かったので分かりにくかったですねこんな感じの方がいいですね、はい。そして葉っぱもですね、先ほどこれスタンプを大カットできるのもあったんですけども、はい、それとはジャ さん、違う形で葉っぱスケスケだけがカットできる台があります。なので、これ両方こんな風に重ねていただくと、すごくエレガントな感じになってね。使い勝手がいいですよ。さらに。 これですね、これ、穴穴台なんですよ。今ちょっとあのカットしたものの穴が、えっと、余分がまだ <laughs> 穴に入ってましたけれども、いい模様みたいなものがね、できるんですよね。まあ、こういうふうに使っていただいても素敵だと思うんですけれども、あとでちょっとこれを使った、まあ、カタログに載っているね、カード、デザインをね、ちょっと再現してみたいと思います。そして、はい。 こちらですえこれもですねちょっと一見見ると何でしょうこれと思いますよねこれ実は封筒のインサート、まあ、中に入れる部分をえ作れるんですがこんなふうにカットできるんですけどこれ封筒カットしちゃだめでしょこういったあのペーパーをですねこんなふうにカットしていただいて。 こんな風に入れると素敵なインサートができるということでこれからですねちょっと台を使ったあのカタログにも載ってるんですけれどもカタログの見本でねどんな風に作るのかなっていうのがちょっと、えっと、カタログを見てるだけでは不思議なもの。 のの作り方のご紹介とかこの台のちょっとコツのねご紹介を実際にデモンストレーションしてご覧いただきたいと思います。はい、まずはこちらの台なんですがちょっとカットする時にえっとコツがというかねえっとプレシジョンベース、えっと、カッティングプレートを持っている方はそちらを使って でえっと、すっきりカットしていただければ大丈夫なんですがもしお持ちでない方ですねちょっとこの方法を試してみていただきたいというコツですはいまずですね、えっと、細かいランをすっきりカットするためにはカッティングプレートがやっぱり平らだということがとても重要になりますよえっと曲がっていると圧力がその分均等にかかりません一応ですねちょっと往復しておきます そして、はい、ここ外れないようにこれをですねもうカットできてるんですけど一回ちょっとフリップいたしていただきます,ですかで私はあのカッティング傷をつけるプレートとつけないプレートとに分けているので,で今度、フリップした時に傷をつけない通常だと上に乗せている方を下に置いていただいて。 カット面を上向きにして、ちょっとこんな風に設定していただきます。で、通常はまあ傷ついちゃってもいいよっていうプレートの方を上にして、つまり逆向きで通していくんですね。こういう風にカットすると、実はですね、細かい。 手台もですね、すごく綺麗にカットできるんですよ。なので、フレンジョン、えっとカッティングプレート持ってない方、ちょっとこの方法を試して。 形のものですねカタログの見本でいくとこの部分に乗っかってるものなんですがえこれのサイズ感というかね作り方をご紹介したいと思います先ほどの題のご説明の時にはちょっとこれを言わなかったんですけれどもこれえっとこういう風うにねこの部分だけカットできるんですねで、この幅がですね5センチの えっと用紙を用意していただきます。そして、この端っこにこんな風にえっと台を設置していただいて、5センチだとちょうどここがいっぱいに。に 的にですね、これこんな風に収めていくと約 6cm3mm ぐらいになっていくんですがあの私がやってみて思ったのはサイズを最初に作ってからスタンプをしていくとなんかねこの下の幅が余ったりねちょっと微妙な感じだったんですねなので私のやり方はこんな形でやっていきます。 次はですね、この封筒のインサートを作るこの台なんですけれども。 えっと、最終的にはですね、スタート地点が15.5センチ、幅が13センチの用紙からスタートするといいですよ。えそして、こんな風に端っこに台を設置します、これ台のカットできるところがですね、この一番外側になるんですね。なので、ペーパーの一番端に、この端っこ、台の端っこを揃えていただいて、 ね、ちょうどこのスタンピンアップの封筒にえこんな風に入れていくとちょうどここにあののり付けの部分ありますよねこの部分のちょうど下っていうんでしょうかをかぶさらないようにカバーしないようにこんな感じです。 こんな形で、ちょうどこの部分のカーブに合った形でカットができるんですね。えそして、ここ、あの、折ることになりますよね。なので、えこちらはですね、下から、 まあ下からというかこちらから1 1ンチ1 1 5センチのところでスコアリングしていただくとちょうどよくなりますそのあたりブログの方にまた詳しく載せておきますのでね是非ご覧くださいでは最後にこちらの方のカードを作ってみたいと思います ちょっとっていうかねこれベル,ベルム使ってますけど私は先ほど大カットした同じこれと同じペタルピンクでやってみましたでぐるぐるですね結構あのこの通りには再現できないのでまあ私はいつもこんな感じでぐるぐるあの、えっと、スレッドねこんな風にあにひっつけてるんですよっていう感じでお見せしました。ということで。 えー、今回の Friday Fabulous ペタルプロムナーでのですね、えっと、製品ご紹介と、それから各台の使い方ということで、えー、カタログこちらのね、見、えー、本のタグの作り方、そしてインサートこんな風にね、あの、しっかりこの、 えっと、スタンピアップの封筒に入る、えっと、サイズにね、このカーブも、あの、ぴったりで作ることができますので、こちらのサイズとかですね、えそしてこちらのえカタログの見本をちょっと、えっと、まあ、真似してみました。というか、ちょっとだけち、ちょっとずつ違うんですけれども、こんな感じということで再現してみました。ブログの方にはですね、えこちらのインサートのサイズとか、あと、こちらのタグのですね、サイズなんかも、 えっと、示しておきますので、ぜひそちらもご覧ください。thanks for watching happy crafting。